岸田総理大臣は G7 主要7カ国首脳会議などに出席するため今日午後から5日間の日程でイタリアとスイスを訪問します訪問のポイントについて瀬島記者の報告です13日に開幕するイタリアでのサミットにはウクライナのゼレンスキー大統領も出席する予定で G7 が凍結したロシア資産の活用策で合意できるかが焦点となるほか ロシアと北朝鮮の軍事協力についても協議しますまた中東情勢や威圧的行動を続ける中国人工知能、AI のあり方を協議し共同声明をまとめる見通しです滞在中岸田総理はおよそ1年ぶりにゼレンスキー大統領と対面で会談し復旧・復興の支援強化に向けて二国間協定を結ぶ方向ですその後スイスに移動し ウクライナの和平案を話し合う平和サミットに出席する予定です南大3席の外交に集中したい岸田総理ですが野党側が内閣不信任案の提出を視野に抵抗を強め予断を許さない終盤国会の中での外遊となります